皆さんお元気ですか？菅野直樹です。今日もチャンネルに合わせてくださりありがとうございます。7月30日いや8月30日、今日は日曜日、まいて刈り取る法則という題でお話をいたします。ある日、親しくしている、まあちょっとこうイニシャル使いますが S 学会、まあ分かる人には分かると思いますが、その夫婦に自分の身の上話をしました。赤裸々に過去の出来事、現在の痛みを話しますと、その二人は何と言ったか。それは運命よ、仕方がないのよ、先祖の因果が子に報いられているのよ。もうぎょっとしたというかね、もうというような感じでですね、びっくりしました。親しくしてたんでね、大変ですね、試練を乗り越えられてよかったですねってこう言ってくれることを期待してたんですが、もう意表をつかれたという感じでね。でも因果応報とか自業自得っていうのは、これは宗教の何て言うんでしょうか、常套句ですね。でもイエス・キリストはこの因果応報っていうのを否定されました。ヨハネ9章1節から、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのではなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためですと言われました。これは親の罪が子に報いられるのではなく、親の罪をキリストが背負い、キリストは救いを持って報いられる因果キリスト法です。皆さん、ここに完全な救いがありますよ。さらに聖書はこう語ります。エゼキエル18:2-4、あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くという、このことわざを繰り返し言っているが、一体どうしたことか。私は誓って言う、神である主の御告げ、あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる。見よ、すべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの、罪を犯した者はそのものが死ぬ。親の罪が子に報いられるんではない。親の罪は親だけが報いられ、この罪だけが子に報いられる。皆さん、ここにもですね、救いがありますね。しかしそれとは別に聖書はこう言います。まいたものを刈り取るっていうんですね。皆さん、これは自然界の法則であり、農夫なら、農業に携わる人なら誰でも知っています。ガラテヤ 6-7、 思い違いをしてはなりません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますとあります。これは神の救いが与えられていても、本人の行いに対して、まあその行い良い悪いに関わらず、それはこの世で報いられるということです。アブラハムの子、イサクの子、ヤコブという人がいます。まあこのヤコブはですね、年老いて目が見えなくなったお父さんイサクを騙したんですね。自分はヤコブなのにね、ヤコブなのに私はエソーですって、そうやって嘘をついて祝福を横取りしたんです。その結果、兄エソーから恨まれ、命狙われ、親戚のラバンおじさんのところに亡命しました。ヤコブはラバンおじさんの次女のラケルが好きになって、このラケルさんと結婚したいですとこう申し出ると許可されました。結婚初夜、まあその時間を過ごし、朝になってみると、え、ラケルじゃなくてお姉さんのレアだ、びっくりしました。そんなこと見間違えることがあるんでしょうか。皆さん、ヤコブはかつて蒔いた種をここで刈り取らされているんです。ラバンおじさんはもう嘘の言い訳を考えてね、
この国では次女を先に結婚させることはない、だから長女を先に与えたんだ、じゃあ次女も与えるから、ラケルの分とレアの分合わせて 7×7×2 で14年間働きなさい、長年ただ働きをさせられたんですね。でこれで終わったらね、聖書もね、なんだ同じじゃないか、因果応報じゃないかってことになりますが、聖書はここで終わりません。愛されなかった妻レアの息子のユダの子孫としてイエス・キリストが誕生したんです。皆さん、ここに救いがありますね。福音があるんです。ヤコブの名前はですね、かかとをつかむ者、人を出し抜く者って意味です。ヤコブは生まれる前から兄のかかとをつかんだまま生まれてきました。後に兄エソーの長子の権利を出し抜いて奪い取り、さらに父を騙して祝福の権利までも奪い取った。ヤコブは自分が撒いたように、その後ラバンおじさんとレアから騙されて辛い14年を過ごしました。このことからも、私たちのやった行いという撒いたものはこの地上で刈り取らされるってことがわかります。良いことをしたら良い報いがあり、悪いことをしたら悪い報いがある。しかしその先に悪い報いが神によって良い報いに変えられるという救いがあるんです。ピンチがチャンスになり、マイナスがプラスに変わる、ハッピーエンドなんです。万事益です。ローマ8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちの心構え、考え方をこの聖句のように変えていきましょう。マイナスはプラスに変わる。皆さん、これは総論です。しかし各論は、まいたものは刈り取る。私たちはですから、人に親切にし、誠実にし、良い技をしていきたいものですね。愛と希望を伝えるために、どれだけ人を傷つけたら自分の愚かさに気づくのだろうか、どれだけ人を裏切ったら自分の醜さに気づくのだろうか、本当の愛を知らずに育ったから自分のことしか考えられずにいる、人は時々とても気まぐれで自分が何をしているのかわからないのさ、だけどどんな人でも見捨てないで優しく迎えてくれる人がいる、おおお、愛と希望を伝えるために歌い続けるこの場所で、愛と希望を伝えるために歌い続ける私の人生。今日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしたいと思います。それではごきげんよう。さようなら。